プレシーズントーナメントアジアンエリートカップのグループステージ第1戦です。福西さん、この大会の注目ポイントはどこでしょうか？各チームの状態は気になるところですね。試合を通して徐々にコンディションを上げてくるチームもありそうです。こちらが今日のスターティングラインナップです。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングにいる選手が攻撃を活性化させます。こちらが先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 ですね。ボールダッシュが鍵になります。伊藤翔、木田拓也、しっかりとしたディフェンスです。福西さん、現在前半ですが、プレシーズンマッチはチームにとってどのような位置づけになりますか？やはり実戦でコンディションを整え、戦術理解と連携を深めていく上で重要ですよね。パスをサイドに送ります。中央にクロスが上がった。エルトン、ボールを回して味方の上がりを待ちます。木田拓也、伊藤翔、木田拓也、松原健、伊藤翔、絶好のゴールを狙う。ボールがこぼれました。クリアできるか。ボールは大きくクリアされています。チャンスを逃しました。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。飯倉弘樹、伊藤翔、木田拓也、遠藤啓太、味方につなぐこともできます。しっかりついてクロスをブロック。エルトン、うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。木田拓也、山中亮介、これはファールですね。フリーキックが与えられます。ディフェンスが奪い返します。前に出しましたが気を抜けません。このパスはまっすぐ相手に渡ります。伊藤翔、あっとこぼれた。横浜 F マリノスのスローイン。山中亮介、木田拓也、ボールを素早く戻します。シュートを打った。キーパー反応した。ボールを弾く。横浜がコーナーキックを獲得。
コーナーから中へ。まだまだです。狙った。ここは先制点が入りません。試合が動くかと思いましたが、プレッシャーがあったかもしれませんね。サポートを使えそうです。ファーの選手を狙った。クロスは結局チャンスになりませんでした。コーナーキックで続きます。ボールはエリアへ。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。出しどころが見つからないか。木田拓也。慎重に攻撃を組み立てています。今のパスで狙ってきたぞ。シュートは入るか。先制点が決まりました。不思議はないですね。ずっとボールを支配してより多くのチャンスを作っていました。ノートラップでゴール右に蹴り込みました。本当に見事なゴールでしたね。別の角度からご覧ください。これは見事なパスカットです。松原健。中澤雄二。木田拓也。山中亮介。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。ゲームはハーフタイムに移ります。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ハーフタイム直前のゴールは試合の流れを変えました。相手に与えたショックは後半にじわじわ効いてきます。この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。味方に出すでしょうか。横浜 F マリノスのスローインです。中澤雄二。木田拓也。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム折り返せるか。相手にコーナーキックのチャンスです。集中して守れるでしょうか。控えの選手を使ってきますね。ここはしっかりアピールしましょう。
コーナーからエリア内へ、頭で戻す、前方に運びました。木田拓也、決まるか。このシュートはディフェンスに止められます。ここで大きく前に出します。松原健、キーパーがボールをセットしてゴールキックからの再開です。中盤でボールをカットしました。木田拓也、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。ここは縦を突くでしょうか。中央へのボールはクリアされました。ここはボールを戻します。ここから先の出しどころに苦労している様子です。少し早計でした。攻撃は阻止され相手にボールを奪われています。山中亮介、遠藤啓太。木田拓也、絶妙なパス、スルーパスを狙った、ゴールを狙う、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。チャンスボールをしっかりとゴールしました。あの位置からはしっかりと決めてきますね。素晴らしい読みでした。この角度からも見ましょう。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。エルトン、ボールを運びゴールに襲いかかります。木田拓也、組み立ては良かったんですが相手ボールになります。エルトン、シュートを狙う。このシュートはうまくブロックしました。レフェリーはコーナーキックの判定。2点差で負けていますが、サポーターはここで流れを変えられると感じているようですね。とにかく1点でも返したい局面ですが、ここから得点できるでしょうか。横浜 F マリノスが選手を交代します。ここはしっかりクリアされました。決めに来た。ここは枠を捉えきれません。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。
サイドを崩してチャンスを作った。シュートを打ってきた。このボールは止めただけ。クリアできるか。今度はがっちりキャッチ。高い位置でボールを取った。エルトン、ここはシュート、キャッチできません。ボールがこぼれた。中町康介、大津祐希、ここは味方を使います。パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。前に出しましたが気を抜けません。遠藤啓太、ここはよくスペースが見えていました。このシュートはどうだ。ここは F マリノスのコーナーキックです。交代です。サポーターの大きな声援を受けピッチを後にします。ゲームを支配していましたね。マンオブザマッチの候補でしょう。コーナーから中へ、キーパー、これはよく止めました。いやー、素晴らしいセーブです。チームを救いました。ボールが外に出ました。横浜 F マリノスのコーナーキックです。ボールはゴール前、中澤裕二、入った。オウンゴールのようです。オウンゴールです。奮闘していたディフェンス陣にとっては苦い結果が出てしまいました。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。さあ再びキックオフです。選手の交代を準備しているようです。レフェリーの笛を待ちます。少しリズムを変えたいのかもしれませんね。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。中町康介、大津祐希、ここはボールを失いません。このまま行けば勝利しますが落ち着いています。さあスタジアムのテンションが上がります。これは見事なパスカットです。遠藤啓太、ボールがフリーになりました。エルトン、ここはインターセプト、しっかり予測していました。ここで試合終了のホイッスル。横浜 F マリノスの勝利です。ボールを素早く戻します。シュートを打った。キーパー反応した。